昨年10月1日にお笑いコンビ流れ星の滝上慎一郎42との離婚を発表したタレントの小林麗奈28が16日自身のブログを更新し、新恋人ができたことを報告した。今日は皆さんに報告がありますの書き出しで、小林はヤギくんと付き合うことになりましたと左手同士を重ねた写真を掲載。なぜこのタイミングだったのかというと、私のグラビアの仕事などもろもろあって、これまで公表ができない状態でしたとしつつ、離婚してわずか4ヶ月で彼氏ができるとはと交際を報告した。今後については慣れ初めや気になることもあると思いますが、また少しずつ書いていこうと思いますと伝え、これからはヤギくんと娘とガッくんのイチャラブログを更新していくのでよろしくお願いしますと結んだ。小林は2016年6月に滝上と結婚、同年9月に第一子となる長女を出産したが、昨年10月にブログを通じて離婚を発表した。